はい、サワディーカー、こんにちは、今日はタイ王国ファンクラブ定例会、枯れた汐留のアジアンタワンで報告します。今まだ準備段階なんですけども、今日はまた面白いね、業界の最新の、テクニック、技術とかそういうものもお届けします。まずこれです。これね、紙なんですけれども、なんと紙でありながらドブ付けできる、ね、容器です。ここで今ね、あ、これね、ダメだった、すいません、映してはいけないものを今映しちゃいました。これはね、今日映してはいけないらしいですね。ね、あ、畑野さん、伊藤さん、これ今日撮影禁止ですもんね。あ、そうですね。そうそう、やばいやばいやばい。焼酎はダメです。今ちょっと映しちゃったね。こっちですよ。ね、グアバです。グアバ。ね。なんかね、まだ発売が決まってないから。焼酎じゃないですよ。え、これ焼酎。焼酎じゃないですか。あ、違うんですか。ワインでした。ワインでした。すみません。ちょっとすみません。まだ初心者なもんでね。すみません。何の初心者だか分かんないけど。はい。ね。ワインでした。よかった。今日、焼酎は放送禁止です。なので、ここに来た人しか見えないですね。ね。すごいですよ、今日は、ね、上山さんです。ありがとうございます。今日も頑張ります、上山さん、ね、そして新メンバー、新メンバーです。あ、どうも、サイグサです。奥様がタイ人のサイグサさん、はい、ね、妻がタイ人のサイグサです。はい、よろしくお願いします。ビシッと決まったね、かっこいいですね。ありがとうございます。ここにありました、うん。そしてもうね、皆様お待ちかね、タイ業界のアイドル、ひろこはたのです。ひろこはたのです、はい、誰ですか。お、いいね、いいね、来た。あ、でもアイドルだからハートが欲しいですね。ハートお願いします。お願いします。来ない。あ、来ないんだ。それでは、あとはタイ業界の国際結婚の第一人者といえば、まあ、2人いるんですけども、1人は安田先生です。安田です。こんにちは。ハートが来ました。今頃ハートが来ました。今頃ちょっと遅れて。そして、こちらのお名前は、アップルです。アップルさんです。挨拶を。はい、よろしくお願いします。はい、すごいね、みんなスタッフが綺麗なんですよね。どうぞ自己紹介。マディハーペット申します。ペットさんですね、よろしくお願いします。はい、ペットさんでーす。で、今日恥ずかしい、恥ずかしい、はい、嬉しいね。アップルさんはもう日本長いですか。あ、8年間です。長いですね、はい。日本語学校どこですか。あ、トパです。トパ、はい、21世紀日本語学校。そうです。高田馬場ですね。はい、ああ、高円寺です。高円寺ですね。はい、あ、そうそう、間違えた。高円寺、高円寺。あそこはね、トパ21世紀は綺麗なニューハーフが多いんですよ。知ってます？あ、知ってます。ね、はい、なんでトパにはニューハーフが集まるんですか。あ、伝統ですかね。先輩がみんな商売かな。発想かもしれないです。ね。はい、たくさん見てますよ。平沢さん、高山さん。ね、国沢さん、国沢さんって今日ね、沖縄行ってるんですよ、ね、じゃあよろしくお願いします、今日は。はい、はい、そうですね。じゃあ元岡さん紹介します。よろしくお願いします。今日は氷を提供していただけるということで、はいはい、どんな氷なんですか。高級氷、クオリティの高い氷ですね。不純物の、まるっきり混じってない、不純物が入っていない。はい、入っておりません。もう透明ですか。透明です。楽しみですね。はい、ぜひ、はい、今日はその氷を使ってこういうタイのね、グアバジュースとかガンガン僕飲みますんで、よろしくお願いします。ラーメンはもう全部山頂40、はい、40名様だから40個、全部8じゃないですか、8、10個じゃないですか。あ、普通のラーメンは、普通のラーメンはラーメンでいいですね。
で、あとはそれは、ラーメンは大皿でいいですか？それは、ね、普通のラーメンは大皿でいいですね、はい、だから最初やむやむラーメン食べてもらって、はい、で、じゃあ普通のラーメンを持っている、はい、で、取ってもらうって、うん、楽しみだ、今日すごい楽しい。で、その後パッタイです。かわいい、はいで、その後パッタイの、粉ジンタラ、それではそれでは今日19時からスタートしますので、生中継もやりますのでお楽しみにしてください。今日の司会は、エンディーと安田先生がやります。よろしくお願いします。